皆様こんにちは、ペインター改めフレームビルダーの竹下ですいや今後からどんなフレームでも作れるようになりましたねビルダーになったフレームビルダーの竹下になりました、まあ、大変おこがましいのは承知しております、うん、各先輩方に比べたらまだもう突き出しのような駆け出しのようなあれなんですけど、まあ、これから日進月歩で追いついて追い越せで追い越せでもう大きな気持ちでいきたいと思いますね、はい、これからフレームが作れるようになってフレームフォークが作れるようになったんで、うん、もう今後はグランピーの先輩方、うん、池田さん、うん、ツーリングバイクがあれですけど最近ロードバイク言ってる、うん、池田さんのフレームだったりとか、うん、清水さん、うん、マウンテンバイクから、うん、ダージャンまで、うん、ダージャン言ってねテストしてもらうからねダージャン作ってってずっと言ってるねでダージャン作っても命知らずこんなこと言ってあれなんですけどまあそういうのも作れるようになってしっかりやっていきたいと思いますね、うん、それにグランピーで作っていくんで、うん、お客さんとすごい距離が近いお客さんの意見もいろいろ取り入れながら、うん、テンポがあるからねテンポがあるんで、うんうん、お客さんと、うん、もう早速この自転車もお客さんに試乗してもらって、うん、コメントとかいただいてそう、ね、まあ評価できないって言われた人がいましたけどそれは多分なんて言ったらいいか分かんないなんて言ったらまあやっぱ基準がないとあれなんで、うん、悪い意味ではないと思いますただ常連の他のお客さんにはちょっと剛性感が高いねとか、うんうん、確かにそれ意識して作ってるんでそう感じてもらえるんだっていうのでなんかちょっと嬉しかったのもあるんですけど、うん、柔らかいっていう人もおったよ柔らかいっていう人も人それぞれというまあまあ結構僕もカッチリしていいフレームだと思うんですけど、まあ、そんな風に、うん、それとかまあもちろん店頭のお客さんだけじゃなく、うん、こう皆様の YouTube とか見ていただいてると思うんですけど、うん、そこのコメント欄とかでも、うん、まあどしどしとドリームバイクを、うん、無理難題を言ってもらえればこんな自転車作ってほしいこんな自転車作ってほしいみたいな夢のある、うん、言ってもらえば、まあ、作るかどうか知らないですけど本当にいいアイデアだなと思ったらパクリじゃなくて、学ばせてもらってオマージュとかリスペクトいや言葉がいろいろあってさせてもらって作らせていただくかもしれないです、うんうんまあ、それはもうそんないいアイデアだけもらって終わりっていうのは、まあ、そんな問屋は下ろさないと思うんでもしかしてもプレゼントみたいなこともなんともうガーッと刀を抜きましたよどう振り下ろすのかはちょっとあれですけどいいアイデアはいいアイデアは、アイデアにはプレゼントみたいなこともあるかもしれないですただ駆け出しなんでちょっと、うん、さらにそういうのが先になるかなと、うん、またおいおい報告とかしながら進めていきたいと思います、うん、でまあ今さこう目の前に映ってるこのビストバイク、うんまあ、フリーじゃないから固定じゃないからピストじゃないとかそういうのちょっと受け付かれないんで、うん、シングルの120のピストバイクですね、うん、このピストバイクの特徴っていったら、まあうん、ダートを走るっていうのを考慮して作ってます、うんまあ、特徴としても、うんまあ、ヘッドアングルかなり寝かせ気味、うんまあちょっと結構マウンテンバイク意識して作ってる寝かし気味に作ったつもりなんですけどピストにしては寝かし気味でマウンテンバイクにしては立ってる正直結構大田川の河川敷とダートかっ飛ばしてみたんですけど、うん、ちょっとハンドリングが、うん、ピーキーすぎる、うん、そういうとこもあるんで、まあ、そういうのもすぐ改善できるんで、うんもう来月にはもう1本ぐらいできてるじゃないですか言いましたね言っちゃいましたね、どんどん自分の首の締めをかけてますからね来月にはもう試作2号機試作2号機ができてダートを走れるピストはいその他結構ポイントもあります、うん、こうトップチューブすごい長いですよ、うん、562っていう、うん、僕のサイズだったら大体540とかそういうのが多いと思うんですけど、うんうん62っていう、うん、これもダートとかで、まあうん、低速で走ってもつま先が当たりにくかったりとか、うん、そういうのを意識して入れてます、うん、それともあともう一つ、うん、これホリゾンタルに見えてると思うんですけど、うん、実は4度のスローピング微妙なスローピングしてます、うんうん、なるほどまあ、ちょっとお客さんに試乗してもらってかなり下げてしまってるんですけど、うんうん、これするとすごいスイートンピラーがよく出るスイートの高さがかっこよくなるかっこよくなるでサドルバックもつきやすい結構僕サドルバックくっつけて行ったりもするんで、うんうん、
そういうのも、うん、あのやっていってます、うん、でこれも今試験中で、うん、まあ、さっきも言いましたけど来月には、うん、あのまたそういうの第2号は第2号やっていきたいと思います。あれじゃん、はい、S ベンドも出るそうなんですよ。これ S ベンドなんですよS ベンド、うん、まあ、なかなか調子よく S ベンドにしてやったんですけど、うん、正直微妙ですねこれもあのいやかっこいいよ、かっこいいんですけど、かっこいいけど V ブレーキのやつつけると、うん、相性悪い、相性悪いんですよね、うん、こうどうしてもこの幅をいい感じに取らないといけないっていうのがあって、ちょっと狭すぎて、うんうん、結構あのキチキチ、うん、とかだったりするんで、うん、まあよう調べてみたらあのだいたい V ブレーキついてるピスト系のやつって S ベンドしてないっす、うん、ストレートで来てますね。じゃあ次はストレート、次はストレートで作ろうかなと、うん、そんな風にまあ、うん、結構僕らが作る意義って言ったら、うん、大量生産じゃなくて、うん、まあ、大量品種、うん、少量多種、少量多種ですね少量多種少量多種で作れるっていうところ、はい、うんうん、まあ、大量に作られへん、ね、大量に作れないっていうのもあるんですけどその代わり多種で、うん、あのよりお客さんに、うん、あのリクエストに応えれる、応えれる、うん、はい、うん、もうマウンテンバイク、うん、もちろんフルサスだってとか、うん、もうカーゴバイクとかカーゴバイク欲しいね、言ってなかったですね、いろいろまあそういろいろまた、うん、どしどし、うん、あの作れるんで、うん、作るんで年間なんぼ、はい、はい、結構突っ込んできますね証拠残りますんで、年間もう100本200本と作れるようになりたいですね年間ちょっと厳しいですね、塗装しながらやもんね、塗装しながらになりますんで、なかなかもう月火水木金金のようなあれになりそうな雰囲気はプンプンするんですけどまああのまあちょっと頑張っていきたいなと思ってます。まああのまだこう先輩方みたいなね、そうですね、最高の自転車作るとはまあ正直僕は言えないです、まだ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 いつか言えるようになりますけど、あの言えないです。ただあの楽しい、うん、楽しい自転車、ね、楽しめる自転車を作れると思うんで、うん、そういうのはあのただ独り善がりにならないでお客さんとか、うん、もう本当に近い、そう、ね、魅力の一つなんで、お客さんの声を聞きながら、はい、聞きながら、あとスタッフ、うん、まあいろいろ池田さんとか、うん、そういうのを聞きながら、うん、シンさんとかうっせえなとか言いながら細けえことはいいんだとかそれらやりながら、うん、問答しながらちょっと楽しい自転車をどしどし作っていきたいと思うんで、はいはい、ぜひこれからもよろしくお願いします、はい、結構あのこれからあの作っていくのも、うん、まあ YouTube とか、うん、Instagram とかで、ね、公開開発していこうと思うんで、うん、あの失敗もさらす、まあ、失敗もさらす全てをさらすとそんなことするビルダーさんはいないと思うんですただまあ僕らもやっていこうかなと思います、うん、本当まあ近い、うん、会いに行けるビルダーみたいな。なんじゃそれ。アイドルでなかったですか。あの そんなあの近い存在になれたらいいなと考えております。うん、はい、なんでそんな感じで、うん、よろしいでしょうかね。じゃあのこれからもまたいろいろ出していくんで、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃ次は、はい、次アングルが出た同じようなやつ、ね。ちょっとあれですね、アングルちょっと立ちすぎなんで、うん、はい、寝かして。はい、微調整してトラックロクロスやな、トラックロクロス、そうですね、 今トラックロクロスみたいな感じなのかもしれないですね、うんうんうん、はい、軽快に山も行ける、うん、いい自転車になると思います。はい、はい、では失礼します、はい、よしこんなんで大丈夫ですか